はい、どうも、酒好きな新潟人の飲酒動画ですが、今回は、なんかね、ラーメンを食ってくれっていうね、熱烈なね、俺のファンからへの、ファンがですね、いたんですけど、なんかラーメンの食ってる動画をまた上げてくれというね、熱烈なね、ありがたいファンからですね、要望ということで、今回はじゃーん、カップヌードルのシーフードのキングという、まあ一番今のところ、というか発売されてる中でですね、俺シーフード大好きなんですけど、それの中で一番でかいやつ、まあコンビニで250円ぐらいで売ってます。こちらはですね、カップヌードル最大麺重量、当社費、書いてあります。で、ここにですね、安定の卵を入れまして、で、さらに、じゃん、僕の、辛いのが好きな、俺としてはね、SB 食品のハバネロペッパーというのを入れます。こちらをですね、ババババ、これすごいね、コスパがいいんですよ。本当に。これね。これ150円ぐらいで売ってるんですけど、すっげえコスパがいいな。めちゃくちゃ辛くて、まあ粉末なんだけど、ものすごいコスパがいいんで、ぜひ、辛いの好きな人、ぜひこれは、買った方がいい。マジでコスパがいいから、ほんとコスパ個人的に最強だと思って。これは。たった150円でね、こんだけ入ってね、粉末で。これはマジでコスパいいよ。ということで、お湯が沸きましたんで。入れまーす。はい。入れました。シーフードはうまいよね。しかも今現在何時かと言いますと、夜中の3時。まあ2時。2時ね、50分ですね。2時50分です。酒飲んでたらですね、生放送してて、ちょっと酒飲みながら、いつもやってるんですけど、腹が減ってきた。マジで。飲んで、3分半から、3分待ちます。今飲んでるのは、ビーフィーター。じゃん。トニックウォーター。なんで、ジントニック。で、それ以前にもすでにホッピー1杯、ホッピー1本、飲んでます。ホッピー1本に、今、ジントニック1杯。あと、その前に、酒動画であげた、ジムビームのシトラスハイボールを飲んでます。酒飲むとね、なんかだんだん腹減ってくんだよ。わかる？わかる？この感じ。でね、俺いつもだいたい、4、
深夜酒飲むんだけど、深夜4時ぐらいまで酒飲むんだけど、次の日が仕事でもね、だいたい4時ぐらいまで酒飲むんですよ。だからね、腹が減ってしょうがない。で、ちなみに俺が、腹減って結構食うんだけど、最近になって結構食うようになったね。酒のつまみで食うようになった。っていうのも、なんで、こう、今まで全然食わなかった。なんだけど、こう、酒のね、飲みながら食べるっていうのが、今までずっと酒だけ飲んでたからね。でもそしたらね、すごいです。体重が結構増えてきましてですね。俺今さ、体重だって63キロぐらい。体重、身長170、いや、63キロもないな。61キロぐらいか。61キロ。身長が171?2? ぐらい。1か2ぐらい。いや、結構太ったな、という感じです。それでは開けていきましょう。3分経ちました、多分30分経ちました。じゃーん。これよ。わーお。よし。でも実際ね、キングって言ってもね、大したもんじゃないっすよ。実際。俺これ倍食えるもん。これ前食ったけど、キングのこれ倍食える。キングのね、スーパーキング、キングキングぐらい食える。キングの倍食える。2倍食えるぐらい。キングキングぐらいだったら食えるわ。普通に。結構俺大食いなんで、痩せの大食いっていう言葉あるかもしれないです。それです。いわゆる。結構、ガチで食おうと思えば、かなりの量食えます。痩せの大食いとよく言ったもんです。それじゃあ、いただきまーす。これちゃんとハバネロペッパー入ってんのかこれ。全然。もうハバネロペッパーなくなってきた。全然ないわ。とうとうなくなったか。ハバペさんも。あ、若干ないな。若干ないけど。だってこれ。賞味期限めっちゃ切れてるもん、これ。言うて。これ賞味期限2014年の11月ですよ。あ、1年近くずれ。あ、1年近く、あれだね。これね、外側にくっつくんだな。だから思いっきりガンガンぶったたけば多分まだ、出るとは思うんで。もったいない症候群の僕はまだ使います。ガンガン多分叩けばまあ出る。それいただきまーす。うん。うまっ。うまいっす。さすが、シーフード。
うん、シーフードにちょっとジントニックは合わないかな。やっぱビールとかそこら辺じゃないとちょっと合わないかもね。うん。まあいいけど。うん。ああ、うま。うめえ。マジで。ジントニック追加。追加ジントニック。いや、やっぱね、シーフードはね、本当に神だと思うよ、これは。うまい。普通のね、カップヌードルに比べると全然うまい。本当に最近、辛いのがね、マジでハマってきた。ハマってきたっていうか。うん。これね、賞味期限切れてるからあんまり辛くないんだよ、これ。1年賞味期限切れてるから。あんまり辛くないんだけど、本当に賞味期限切れてないパターンのやつは、本当に、これは本当にこのハバネロペッパーめっちゃ辛いんで、おすすめ。激辛マニア御用達。あ、はい。うん。まあ、結構かければね、全然。辛いね。あ、うま。うまっ。ああ、うまっ。うめえな、やっぱ。うん。この辛さや。この辛さや。この辛さがね、癖になる。癖になる。この辛さがな、辛いの好きな人はやっぱり結構ね、辛いものって多分ね、いわゆる麻薬効果があるんだけど、麻薬みたいなもんでね、本当に、なんか、中毒作用がある。と、俺は思う。多分。うん。本当になんか、この辛いっていう、刺激をまたこう求めるんだよね。また求めちゃう。あ、辛い。
まあ、ただね、めっちゃ辛すぎるとね、ココイチの10辛を目安にすると、それ以上に辛いやつだとね、痛くてね、喉がね、前食った上、なんだっけ、カレー屋のカレーね、あれ、もう喉がね、ここら辺がめっちゃ痛いの。もう、ぐわー痛くて、本当に悶絶しながら食ったからね。まあ、ココイチの10辛を食えるか食えないかで、だいたい、あれだけど、ココイチの10辛はかなり辛いんで、まあ、そうですね。B の45倍が辛いのはまあ間違いないと思うんですけど、B のね、60倍ぐらいはある、辛さ。で、俺が前動画にあげた、その、めっちゃ辛いカレーは、B の90倍ぐらいはある。うん。で、うん、多分。そんなぐらいはある。ので、本当に全然、差が違う。ね、ココイチの10辛程度でね、カレーとかって言ってるとね、もう、あれですよ。それ食うとね、もう喉がね、もう口の中も辛いんだけど、喉がもう、うわーってなる。ので、ギリギリ食ったけど、あれはとりあえず、俺はしばらくは、食わん方がいい、あれは。あそこまで辛いな。まともに食えんな。ほとんど拷問レベルの。ほとんど拷問だな、あれは。マジで。あれは食えんわ。ほんとに。なんとか食ったけどね。あんなのは、ほとんど。だって、店主も、あれ食いもんじゃないよって言ってたからね。うん。こんなの食い物じゃないよとか。言うや。食えないのかい。お前も食えないんかい。ああ、から。もうね、だいたいそもそもタオル持ってくんの忘れなんだよ、俺。あそこのカレー屋。本来はタオル持ってくべきなんだけど、タオル持ってかなかったから、マジで。ナプキンみたいなの、めっちゃ使ってね、汗と、鼻水とね、辛いの食うと俺鼻水が出るんで、本当に、やばかった。うん。辛いの食いに行くときは、タオルと、あとできれば、ティッシュペーパー、ティッシュボックスみたいな。ティッシュを持ってかないと、マジで俺鼻がね、めちゃくちゃ鼻水出るんだよ。辛いの食べる。これは多分体質。うん。ああ、うめえ。うめえな、やっぱ。ああ、ジントニックとは合わねえな。
ジントニックは甘いから。なんか、もうちょっと苦いのが、ビールみたいなのがいいな。甘いの飲んでラーメンってあんまり合わない。やっぱビールだね。安定のビール。あー、カレー。カレー。あー、辛いけどやっぱこの辛さが癖になる。あー。この口の中の、こう、熱っていうか、こう、痛いっていう感じはまだいいんだよ。うん。まだ耐えられるんだけど、喉の痛みがね、本当に辛くなると、喉が痛くなる。喉が、もう、食道がね、辛くなるんだよ。食道って本来、味覚とか痛覚がないはずなんだけど、そんなにないはずなんだよ。などに喉が痛くなる。喉がその空って、もう喉が拒否反応を起こすんだよね。あ、もう無理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 って。あ、もうそれ無理ですって。もう通さないでくださいって言うんだよね。俺の喉が。あまり辛くて。もうごっくんって飲むときに、うわーって。痛みが走る。だから辛いの好きな人って、なんか、言ってたけどね、女性に多いっていうのは、あんながち間違いでもない。辛いの好きな人って女性に多いらしい。まあ、それどうなのかわかんないけど。その店で聞いたところによると女性が多い。噂によると女性っていうのはいわゆる痛みに強いらしいんだよね。うん。うん。脂肪とかが多いから男よかね。いわゆる脂肪分。脂肪分。肉の、脂肪分が多いんで、それで、数点が、脂肪で隠れるから、あんまり、あれらしい。言いたくないって。だから男って結構痛みに敏感なんです。痛みに弱い。出産の痛みに耐えられるのは女性だけってよく言いますけど、まさにその通り。だからそれに似た感じで多分、女性ってのは多分痛みに強いかな。だから、多分、そういうことで多分、辛さにも強い。辛さイコール痛みみたいなもんだ。だからね、だから女性っていうのはやっぱり、辛さにも強いんではないかと。うん。だからさ、女性ってなんかすぐさ、男に対して、そんなの、なんかさ、男でしょ、我慢しなさいとかって言うじゃん。あれは実はですね、あれ本当に、実は本当に男の方がダメージでかいんです。痛いっていうその、痛覚がね、断然多分男の方が敏感なんです
だから、だから、よく言うでしょ。本当になんか、男のくせに、とかさ、女がさ、言うでしょ。あれね、男のくせにとか言うけどね、実際男は本当に痛みに敏感ですから。いわゆる、まあ、まあ脂肪分、まあ多分脂肪とかの問題なんだろうな。だからね、男ってね、案外、脂肪が少ないから体重が少ないんですよ。で、女の人よりかはやっぱり、体重が割合少ない。まあ少ないって言っても結局のところ、多いんだけど、なんていうかな、その、同じ、その身長の人間が男と女でいたとしたら、女の子の方が絶対重いんですよ。うん。それはなぜかっていうと、やっぱり脂肪分が女性の方が多いから。重い。なぜ脂肪分が多いかっていうと、まあなんか出産のなんか時とかなんかあるんじゃない？知らないけど、あんまり。なんかあるんじゃない？出産の、その、なんか、脂肪とかの。まあ胸のあれもあるし、おっぱい自体があれだから、ね。脂肪の塊だから。まあいろいろあると思うんですけど、うん、まあね、だから俺もね結構ずっと思ってたけど、女性ってさ、なんかさ、例えば身長150センチの女の子がいたとして、その子はだいたい40キロぐらいじゃないのってずっと思ってたんですよ。なんですけど、どうやらやっぱり、それはやっぱり男で身長150センチの人がいたとしたら、40キロなのが普通なんですけど、女性でね、あの、身長150センチだとね、どうやら、あの、体重40キロの子はまあいないらしいです。やっぱ女性の方が重いらしい。男の方が軽いらしい。ああ、という話です。ふう、食った。発汗作用があるから痩せるかもしんないとか言う人いるけど、あれ実際痩せないですよ。発汗作用があるからって痩せないです。あの、ただ水分が出るだけです、基本的に。なんか辛いの食うと痩せるとか言う人いるけど、多分痩せないんじゃん。汗出るだけだから。あの、半身浴も効果ないらしいです。うん。半身浴もね、効果ないらしい。
ただ汗出るだけ。一番効果あるのは、水泳。水泳っていうか、まあ、いわゆる、プールみたい。あの、冷たいプール。温水プールじゃなくて、冷ためのプール。に入ってると、あの、体が冷えるから、ダイエットに効果的な。冷やした体を、あの、いわゆる、熱しようとする、その、体の、あれで熱が生まれて、その脂肪を燃焼するから、らしい。だから別に汗をかくことが、あの、脂肪を燃焼させるっていうのは全くのデマ。本当にあの、水泳選手って太ってる人間いないんですよ。まあ当たり前なんです。水泳やってる人ってあの、太ってる人間いない。まあ、そういうことですね。だから、痩せたい人はね、スイミング。ね、した方がいいです。うん。あ、辛っ。俺も小学生の時、スイミングスクール通ってたな。懐かしい。あれまだあるよね、スイミングスクールって。なんかあの、帽子に、帽子になんかワッペンみたいなのつけるんだけど、それでなんかランクがあるね。うん。ランクがあって、その、で、テストみたいなの受けてランクが上がって、そのワッペン変えて、みたいなのがあるんです。確かそんな感じだった気がする。だから本当に上手い人だとバタフライとか、するんだけど、俺は、どこら辺なんやったっけな。平泳ぎぐらいで、やめた気がする。まあ、平泳ぎは結構上手くできるんですけど。あれはできない。バタフライはできない。あ、カレー。あ、このスープカレー。俺はスープを飲む派なんで。結構しょっぱいのが好きなんですよね。男ってしょっぱいの好きじゃないですか。甘いのより。ああ、辛っ。めっちゃ辛い、これ。ああ。うわ、カレー。さすがに辛いな、はあ。はあ。はあ。汗が。
汗が出る。から。辛いな。汗が。まあ、この汗がまた、辛いもの食って、こう、ブワーっと、出る汗がまた気持ちよかったりするんですよ。ああ、この、ストレス発散みたいな。うん。そんな感じはあると思う。ああ、辛い。うまかった。辛いけど、うまかったっす。ごちそうさまでした。それではお疲れ。